はい、この曲はですね、6月ぐらいからいつかやりたいなと思ってまして、やっと実現した。私自身嬉しいです。ありがとうございます。あーちゃん、ありがとうございます。はい、はい、はい、ちょっといい？どうぞ。これちょっとアコースティックギターっぽくない？フォークギターっぽくない？ぽいと、いや、なんて反応したらいいのか。ぽい。はい、いや、普通ギターってこんな感じなんです。これをね、はい、これちょっとね、再構するとですね、こうなる。あ、なるほど、なるほど。で、先生の言いたかっただけ。こだわり、ギターに対するこだわり。はい、歌唱指導以外にも、ね、まさか。はい、ありがとうございます。やっとこういうこの機能を使う時が来たんですけど。え、まだ他にもできるんですか？まあ、いろいろできるはできますけど。はい、まあ、それはおいおい。はい、おいおい、曲に合わせてということですね。はい、ありがとうございます。はい、続いては島根ディーバプロジェクトオリジナルソング聴いてください。 JK パワー。夢を持ってたら、なんてかっこいい。
っとですね、かっこいい曲を2曲続けてやったので、ちょっと次は可愛らしい曲をですね、やっていこうかなと思います。はい、告知、告知、はい、どうぞ。12月の定期ぐらいにこの曲ですね、ビームを打つところだったんですよ。多分、菅さん、あ、あれかな、ビームでっていうところがあるんですけど、12月の定期からビームを出します。私も当たるかもしれません。当たるかもしれません。死ぬかもしれません。死んだらですね、ディーバプロジェクトすごく有名になるかもしれません。ぜひ死んでみてください。あの入場するときにあのなんかサインしてもらって、死んでもいいです。死んでもいいです。はい、あの誓約書みたいな。はい、それではですね、聞いてください。はい、はい、笑顔の魔法、ミラクルモエモエビーム。I'm gonna make you mine.
続いても可愛い曲ですね。もう一曲、はい、続いてはそうあれですよね、先生次。あ、はい、あれです。犬っぽいやつだから。犬っぽいやつです。はい、見てください。Thank you.
こで飛鳥さんにバトンタッチしたいと思います。